おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんで気になったワームね、これ、ティムコのですね、ハッタクローラーね、ミミズカラーっていうのを買ってみたんですけど、これ長いね、とにかく長い。こんなもうね、なんだろう、肘までいっちゃうぐらい、そういう感じなんですけど、見ての通りね、こんなね、すごい細いね、作りになってるんですね。これがね、気になって買ってきてみたので、早速ね、開けていきたいと思います。未だかつてないライブ感を持った世界最弱のログワームっていうことでね、クリッタータックルのハッタクローラー、30センチで3グラムありますよっていう風に書いてありますね。いや、どんな感じなんだろう、これね、ちょっと触ってみたかったんですよね。こういうブリスターパッケージに入っていて、はい、よいしょ。じゃあね、1本試しに出してみたいと思います。ういー、おほ、あー、そっか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 、よいしょ。今ね、出すところでも見えたかもしれないんですけど、こんな細いんだとちょっと強度的にどうかなって思うじゃないですか。ビヨーンこれね、こんな感じでめちゃくちゃ丈夫なんですよね。エラストマー素材、この丈夫な素材を使ってですね、いろいろと新しいね、ワームが誕生してきてますけども、この素材特性をフルに生かしたワームって考えてもいいんじゃないですかね。こんな長くてね、そんでこんな細く作っちゃうと強度的にどうなんだろうってね、投げたらちぎれちゃうんじゃないかなとかね、いろいろ想像しちゃうんですけども、見ての通りこんな、もうね、めっちゃくちゃ丈夫。ね。これによって、まあ長く、楽しむことができちゃうっていうのと、まあ不意にちぎれたりしないよっていうね、こういうことなんですよね。で、この裏に説明書きが書いてあるので、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、未だかつてないライブ感を持った世界最弱のロングワーム、クリッタータックルハッタクローラーは日本最大のミミズの一つ、ハッタミミズから命名。揺らめくアクションが最大の特徴。シェイクの波動が末端まで伝わり、まるで本物の生き物がうごめいていくような動きを演出。シェイク後のステイではゆったりとジャズ的アクションを起こします。細く食わせに特化しているにもかかわらず、存在感は絶大です。また高浮力エラストマー素材を、使用しているため、脳シンカーではフローティング、ネイルシンカーで調整すると超スローシンキング状態で中層を誘うことも可能。ワッキーリグ、ネコリグ、ダウンショット等どんなリグにも対応可能。ちぎれないエラストマー製だからこそ完成したこの世界最弱のロングワームの破壊力を体験してください。エラストマー素材を使用しているため誘拐する恐れがあります。他のワームやルアーとは別の容器で保管してくださいっていうことで、まあなんでしょうか、なかなか今までになかったやつなんで、出しどころとかね、どういうタイミングで投げようとかっていうのはね、これから実際に釣り場に持って行っていろいろ試したいんですけども、結構ね、ダウンショットからネコリグ、ワッキーリグ、ノーシンカーでこうフローティング気味にとか、いろいろ使えるよっていう風に書いてあるので、早速ね、水槽の方で、まあね、どんな感じで動くのか見ていきたいと思います。
はい、というわけでどうでしたか？なんかこういうので使えそうとか想像力膨らみましたでしょうか？まあ自分はね、買う時点からこんなシチュエーションあんなシチュエーションってね、いくつか気になっている、投げたいななんていうタイミングがあるので、まあそれでね、実際に釣れたら、実況動画の方でもどんどん紹介していきたいと思いますが、まずはね、どんな感じの質感なのか、あとね、水中での動き水槽で試したらどうなのかね、こういう感じで動画をまとめてみました。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ティムコの、クリッタータックルハッタクローラー、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。